こんにちは、海の嬢です。今回もコミックシームアにて配信しているお部長と平田にいただいたレビューを読み上げさせていただきます。2019年9月15日にいただいたレビューから読み上げさせていただきます。いきますよ。早く続きが読みたい。リリーさん、大変失礼ながら暇つぶし程度に全く期待せずに読みました。読み始めるうちじわじわハマり、もう何度読み返したことか。ヒロインがとてもいいです。またお姉系は苦手でしたが、お部長がとても素敵だと思いました。絵もキャラクターも少し癖のある個性的な作品ですが大好きです。このハマりっぷりを伝えたくて、こんなに一生懸命レビューを書いたのは初めてです。続きを楽しみに待っています。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、大変失礼なのではありませんです。はい、ありがたいです。面白い。カオさん、全然期待しないで読みましたが、とっても面白い。早く続きが読みたいです。ありがとうございます。最高。ウキウキする牛ウキウキする牛さん。あら、なんかいいな。ウキウキする牛さん、かわいい。ちょっと想像できるな。かわいいです。はいいきます。はい。星5個では足りない。お部長なんてタイトルつけてるくらいだから、本当に期待しないで読んでみましたが、余ってしまった。明日仕事なのに、早く寝たいのに読みたい。そんな衝動に駆られながら読んでしまいました。かっこ笑う、かことちる。お部長と平田さん、無事に結婚してほしいけれど、まだまだ読みたい、そんな作品です。ありがとうございます。ありがとうございます。面白いです。水飴さん、1ページごとにワクワクします。続きが気になる。現実にはありえない話ですが、テンポがよく、登場人物たちがきちんと意思を持って動いているように感じられるので気になりませんでした。こういう漫画がここにもたくさんあればいいのにと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、はい、はあ、うん、はあ、いや、そうですね、前回の読み上げの時にもお話ししたんですけど、やっぱりキャラクターが動いて、意思を持って動いているように感じられるっていうのは、読み手の方の読む能力、それを受け取って脳みその中で行間を埋めるようにですね、キャラクターを脳内で動かす能力がある方、あるからなんだと思います。はい、同じこと繰り返すからね、また言ってもなと思うんですけど、やっぱりそうやってキャラクターが動いてることをワンシーンワンシーン受け取っても、それを脳内で行間を埋めるように、キャラクターが動いてることをこのない隙間を補完しながら脳内で映像のように流していくことができるっていう能力は多くの人にあるわけじゃないんだと思います。私は自分がどっちかったらそういう風にする方なので、自分にあることは他の人も、ほとんどの人がそうやって読むもんだと思ってたんですけども、アニメーションになったら人気が出る、漫画のままだと人気が出ないっていう現状を考えると、そうやって、漫画から受け取った情報を映像のように脳内で保管しながら作品を読むことができる、ある意味読解力というのかもしれないんですが、それがある方が少数派なのかもしれません、もしかしたら。はい、うん、作品がいいからとか、作家の力だと言っていただけると嬉しいんですが、やっぱり読み手の方の能力も相当必要なんじゃないかと、必要とか能力があるからこそそう読めるんじゃないかと思う今日この頃です。はい、好き。ポロリさん、やん、ポロリさんキャラクターの個性もテンポも良くて楽しいです。
お部長の口調で笑えちゃうので、疲れた時に読むと明るい気分になれます。あー嬉しいです、ありがとうございます。私もあのお部長があのおつぼね様みたいに元気よくあの人様に物抜かしてる時が好きです元気になります。ドキドキします。ゆゆゆのユンさん、はじめは穏やかに読み進めていましたが、出てくるキャラが面白くて、お部長とのりこがさらに魅力的でハマりました。続きが気になります。ありがとうございます。ごめんなさい、はじめは穏やかにじゃない、あ、緩やかに、穏やかに、いや穏やかでいいのか、穏やかに読むっていう表現を初めて聞いたので脳内で今穏やかに読んでるゆゆゆのユンさんの姿を想像してしまったんですがありがとうございます。そっか、何読んでるか分かんないようなこう清楚な感じで、木にもたれかけるような感じで風に揺られて、はい、穏やかな瞳で優しい微笑みを浮かべるように読んでいるゆゆゆのさんを今、はい、想像しました。ありがとうございます。はい、面白い。え、これはニーザさんと読めばいいのかな、後ろの数字も読んじゃっていいのかな、読みましょうか。ニーザ0828さん、軽い気持ちで読み始めたけど、まだまだいろいろ起こりそうで楽しみ。お部長のおねえ言葉いい。ありがとうございます。そうですね、おねえ言葉じゃなくておねえ言葉っていうのもいいですね。ああ、それあのおねえ言葉って、言葉の口って字があのローに見えるじゃないですか、カタカナの。なんでおねえろって読めるんですよねおねえろって、なのでおねえ語って言えばその誤解はないなって今思いました。共感されなさそうなことを今日は言うな レビュー通りハマる。ハイディさん、男性だ。おー、ありがとうございます。珍しい男性です。はい、コメディっぽいんだけど3、4巻からキュンとするシーンが増える。面白い、続きが気になる。エロシーンもあるけど、画力が足りないのかわざとなのか、絵がさらっとしてて物足りない失礼しました。はい、専務も元彼も自己中、ヒロインに関わる脇役女は嫌なやつばっか。そんな中一生懸命自己を確立して頑張るヒロインがいい。もうちょっとヒロインの味方が欲しい。こんなにいい方なのに。ありがとうございます。なるほど、男性だとやっぱりあのヒロインにあの味方が集中するみたいですね、読み方が。ありがとうございます、面白いです。 L さん、表情や細かい機敏などよく書かれています。一人一人のキャラが立っていて憎めない魅力があります。専務推しです。専務推しです。どうなるのかな、大事なことだから2回言ってみました。ありがとうございます続きが読みたくなる。 K さん、期待せずに読み始めましたが、次次とどんどん引き込まれていきます。ほう、ありがとうございます。わー、はい、嬉しいです。ありがとうございます。とってもいい。ラボラントさん、部長も専務も二癖ある人たち。平田はマイペースというか強い女性で、これからの話が気になります。七夕みたいにいい話に出会えて嬉しい。あら、ありがとうございます。私こそ棚開けたら素敵レビューが入ってたみたいな感じで、七夕みたいなレビューいただいて嬉しいです。ありがとうございます。思いのほか、レオレオに思ったより面白かったです。部長さん全然男らしいんだから、おねえ言葉じゃなくてもいいのに。
はい、ありがとうございます。これね、あのなぜおねえ言葉を使っているのかっていうのがですね、7巻ぐらいで明らかになります。そこまで読んでいただいていると嬉しいのですが。はい、エロい上に面白すぎます、最高です。リンキクさん、面白いしエロいし先は一切読めない、こんな漫画は初めてです。ありがとうございます、ありがとうございます。面白い。テンさん、ドラマ化したら面白そうですね、お姉なのに男らしいお部長が素敵です。ありがとうございます。設定は王道のはずなのに。ちえさん、何でしょうこの意表をつく展開は、思わず初レビュー書きたくなりました。最初は硬質な絵が少し苦手だったのですが、過去お坊長のいける少年漫画な仕上がりの花もバラフ過去閉じる絵の硬さと妙にハマってるストーリーにすっかり虜になりました。過去もし一巻冒頭の絵や展開にやや苦手意識を感じた方、すぐに閉じないで、他にはない面白さですから、過去閉じる。しかし磨けば光る、ん？玉的？磨けば光る玉的ヒロで合ってる？どうしよう、もっと難しい読み方するんだったらどうしよう。磨けば光る玉でいいのかな、うん、磨けば光る玉的ヒロインにハイスペック男子2人の恋のあれやこれやという王道設定なのに話が読めぬ、ハラハラする、そして絵空ごとでないエロさよ、うん、かっこエルキュン要素はたっぷりなのに嘘くさくない、かっこ閉じる、いろいろとたまらないです。お部長これからが踏ん張りどころですね。それにのりちゃんに逆恨みしてる女子かっこプラス昔の男かっこ閉じるがなんかいろいろと仕掛けてきそうなのもおばさんとしては心配、みんな二人はあまりいじめないでね、過去のスパイスと知りつつも真顔でそう願います、かっこ母心かっこ閉じる。ありがとうございます。はい、なんだかあのラブレターのようなレビューをいただきましたね、ありがとうございます。ラブレターのようなって表現良かったかな。うん、ファンレターでいいのかな、うん、なんだろう、気持ちいっぱいこもったレビューをいただきました、ありがとうございます。ひょえー、暑いんですよ。もうこれあのこれ冬服なのでこれ暑くてどうしよう、着替えた方がいいかな。ちょっと汗ダクダクになってきたので着替えてみようと思います。はい、着替えてまいりました。ちょっと夏の間はこの格好で、あの作画の時につけてるエプロンとでなんか T シャツとかで行かせていただきたいと思います。はい、大丈夫かな、うん、はい、では続いて読み上げさせていただきます。はい、お部長にゃんこ、最初はお部長の口調に驚いたけどすぐ慣れた、面白い、何かと障害がある2人だけどうまくいってほしい、続きが早く読みたいです、ありがとうございます。にゃんこさんありがとうございます。大好き仲間さん、私は最近漫画にハマったばかりですがとても好きな漫画です、この先が早く読みたいです。おー、ありがとうございます。おー、最近漫画にハマったばかりなのに、あの、うん、自分で言うのもなんですが、あのとても稚拙で絵もうまいとはおよそ言い難き、あのなんだろう、初心者というか書き慣れてない感丸出しの
漫画を、はい、好きになっていただいてありがたいです。ありがとうございます。手に取っていただいて本当に感謝しております。表紙で侮るなかれ、今日最後のレビューアーさんとなります。はい、もう一度いきます。表紙で侮るなかれ、アポさん、あっさり顔の表紙にお部長クエスチョン、お姉クエスチョン、平田クエスチョンと、わけもわからず読んでみたら、なんて面白さなのでしょうか。先が読めず、ハラハラドキドキワクワクが止まりません。失恋したかもと、とぼとぼ家に帰りながら、自分が落ち込んだ時は友達にどんなアドバイスをするかで考えるのくだり、とても好感が持てました。だからお部長に選ばれたんだな、素敵だと憧れました。今後も期待です。ありがとうございます。今回は途中で着替えも挟んでしまいまして、お騒がせいたしました。ですね、なんかレビューを読みながら、なんだろうな、寝落ちしちゃうぞっていうか、これを聞きながらもう何も考えずに寝ちゃうぞっていう、寝落ちができるラジオじゃないけど、ラジオほどレベルは高くないけど、ラジオ感覚で耳に入れながら寝落ちしちゃうレベルを目指してですね、ただいまレビューの読み上げを精進しているところであります。なので、あ、ちょっと聞けるようになったわと思ったらいいねボタンを押していただけると幸いです。もうこれね、自分で今言って大変な矛盾に気づいちゃったんですけど、寝落ちできるような、聞くことのできる、聞くのは大丈夫っていう、寝落ち配信を目指してるって言いながら、寝落ちしたら今最後にいいねって押してることが聞かれてない可能性ありますよねそれ聞かれなくて、次の動画って、誰かの動画もしくは私の次の動画とかに流れてるしまう可能性が高くて、寝落ち動画を目指すんだったらいいねされないなーって今気づきました。まあいいか、でもまあそれを目指して頑張ります。はい、漫画は面白い漫画を描く、動画配信は寝落ち、まあ寝るときに聞いて寝落ちしちゃうなーっていうのに最適って言われる動画を目指して精進しようと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。はい、そうだ、大事なことを言わなきゃ、もちろん、せっちょ、お部長と平田にお忙しい中、一生懸命レビューを打ってくださった皆様、あなた様にとても感謝しております。9巻まで配信できて、10巻のエピソードを書いておりますので、引き続きお部長と平田の方もよろしくお願いします。ではまた。お付き合いいただきましてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、応援よろしくお願いします。